はい、どうもケントです。こんばんは。今日はね、また質問があったんでそれを答えていきたいなと思います。花火鳴ってますね。よー、おめでとうございます言うて、はい、もうね、花火なんですよ。もう最近もうね、うるさいんやけど、もうここ 何個目かの動画もね、花火すごいと思うんですけど、もう BGM の感覚で撮っていきたいと思います。で、BGM の感覚で過ごしておりますはい、じゃあそれでは質問が来たんで撮っていきたいと思います。今回は、現在大学3年生の方ですね。で、メイクアップアーティストにすごい興味があるのですが、専門学校に通っておらず、大学で栄養学を学んでおります。で、栄養も美容にはすごく大切で、それも生かしプロのメイクアップアーティストになりたいと思います。しかし、メイク技術もヘア技術も全くありません。今から専門学校に転学するの、転学っていうの、ちょっとまあそんな感じで、それは厳しくて独学で学ぼうと思っています。まずそのような時にどういうふうに始めるのがよろしいのでしょうか。また就職についてもどういったところにつくと良いのでしょうか。教えてくださいってことなんですけど、これね、すごいいいと思う。その今栄養学学んでて、でメイクアップアーティストになるっていうのはすごい武器になるし、やっぱそういうふうに僕もその知識があったら欲しいですもん。ただそこでやっぱネックになってる技術ってとこは、技術職で専門学校出た子らにはすぐにね、その専門学校の子らって1年2年と技術しっかり学んで出てくるんで、そこはでも技術で劣るかもしれないけど、これ言えますよね。その子たちがプロのアーティスト、メイクアップアーティスト、ヘアスタイリストになって栄養学学ぼうと思ったら同じぐらい差があるんですよ。となったらどっちもどっちで一緒なんですよ。だからあとはそこをどう補うかってことを考えたらよくて、ね、前回の動画なんか前の質問でも似たようなことでお話しさせてもらったんですけど、やっぱり技術がなくてもアシスタントを受け入れてくれる場所もあるし、絶対にまずそこを諦めないで自分に合った場所を探す。で、言ったら、でもそんなないじゃないですかっていう人もいるかもしれないけど、じゃあ僕どうですかって、僕のアシスタントで技術求めてアシスタント取ったこと僕はないです、一回も。逆に言うと、変に硬い技術があって、もうこれじゃないとできないですっていう、こう逆に一緒に仕事しづらいです。やっぱり、一から技術を学んで一緒に働いていくっていう、この方が僕は仕事しやすいなって思います。で、実際僕も、すみません、ちょっとくしゃみが、鼻がすごいむずむず、花粉かなそう、実際僕も同じようなこと言われたことあります。アシスタントキャリアは何回かフリーランスであって、で、道具をね、持って行った時に、ごめん、そのやり方やめてほしい、私はこのやり方なんでっていうふうに言われたことがあるんで、技術っていうのもアシスタントという仕事をしっかりできるのかっていうところをまず考えていった方がいいと思うので、自分に合った場所、合った人っていうのを探していけばいいと思います。で、これで一回失敗したとしても、その人が合わなかったってことを諦めなくていいと思います。自分に合う人が見つかるまで夢を持ってやっていくべきだと思います。で、次でですね、私も、プロのアシスタントになりたいと考えており、そういった学校やアーティストに、つかせてもらうの関係者とのつながりがないと難しいのでしょうか。ヘアアレンジの方も必要になってきますよね。で、これ、今ので、関係者が必要なんでしょうかは、あった方が楽は楽。けど、楽だけど、幅が狭いですよね。自分の知り合いに頼るってことは、僕の手伝ってくれてるコーラにもよく言うんですけど、知り合い使って入っていこうとすると枠は狭いですよ。だってメイクアップってこんだけすごいたくさんアーティストがいた中で、自分で探せる時代、 SNS を通して出会える時代なのに、知り合い通して誰か紹介してくださいで来た人に手伝います、なんかすごい手っ取り早い気がして、僕はあんまり好きじゃなくて、だから
その人脈とかはあまり関係はないです。しっかり自分が一歩踏み出して新しく作る人脈の方が絶対自分に生きてくるし、僕はそういうやり方の方が素敵だし、あの続くのかなって思いますね。で、紹介してもらって合わなかった、やめました、メイク続けていけるかなってやっぱ思っちゃうんですよ。だから自分でしっかり自分に合った人を探すっていう方がやっぱ気分よく自分もやっていけると思います。で、次ヘアアレンジの方も必要になってきますよね。で、これも正直ヘアアレンジは日本だとヘアさん、メイクさん、ヘアメイクさんっていう名前があるぐらいなんで、ヘアの技術も必要ですけど、僕ヘアの技術全くなかったんですけど、日本でお世話になったヘアメイクさんがいて、もうやっぱこうやってほしい、教えてくれます、こうやってほしい。でも女の子だったらもうコテぐらいやったこと経験あるじゃないですか、大抵の人はね。もう今の時代コテやったことあるし、やったことなくてもコテ3000円ぐらいで買って自分で練習できるじゃないですか。これぐらいの技術です、正直。で、そこが突き詰めていった時に専門職って分かるだけなんで、そんな気にしなくていいと思います。で、これもアシスタントついた時に教えてくれます。なんでかというと、その人は教えないと仕事ができないから、しっかり教えてくれると思います。で、僕は正直その1ヶ月ぐらい行ったんかな、ニューヨーク行く前やったから、それだけでもうヘアができるようになっちゃいましたぐらい、形はね作れるようになったんで、やっぱアシスタントしてるとそういうことも学べます。で、もうあと何点かつまり、人それぞれかもしれませんが、アシスタント業をされてる方はアシスタント業以外にも副業アルバイトなどをしていますか、もしくはアシスタント業のみでやってますか。これね、日本ではやってると思う、アルバイトをやってます、ほぼみんなやってない友達は見たことないですし、むしろこれ仕送りでやるんやったら僕は一番ベストだと思うんですけど、もうそこに専念できるからね。けどほぼほぼの人がアルバイトをしてます。じゃないと生計立てれないし、メイク道具も買えないし、撮影をテストシュート作品撮りして自分のポートフォリオって作っていくんですけど、それのそれにも費用がかかるので、ほぼほぼしてます。で、2つ目、私は普通の4大に通っているのですが、在学中に勉強していくことや、勉強しておくといいことはありますか、アルバイトなどあったりしますか。勉強するために必要なアルバイト、結構キャバクラのヘアセットって結構ヘアさんをやってる人多いかもしれないです。やっぱそれですごい勉強になるし、やっぱ結構あの手の込んだヘアセットっていうのは結構みんなやってました。僕も勧められたんですけど、僕はもうニューヨーク行ってメイク1本でやるって決めてたんで行かなかったですけど、ほぼほぼ日本の友達はやってましたね。あ、そう、以上ですね。っていう風に、なんで、おすすめのアルバイトって、美容室とか、やっぱその自分の目指す方向性に近い職種のアルバイトをするのはいいかもしれないです。けど、これも考えようですよ。結局、アシスタントになった時に何が必要かっていう蓄えとか予算があるので、先にお金貯めとくっていうのもね、絶対武器になるんで、そういう風に、考えて、なんか面白いバイト、自分にとって何が必要かなっていうのを考えてやっていけばいいと思います。そうだな、あと化粧品会社とかも結構美容部員さんってアルバイトもあるみたいじゃないですか。そんなのやってみてもいいかもしれないですね。メイクだけでやるんだったら、もうそこで学校に行かなくてもメイク技術学べるじゃないですか。結構僕のアシスタントで来る人も多かったんですよ。美容部員としてやってました、美容学校経験はないです、でも美容部員経験があってもうメイク結構みんなできるんですよ。やったらこれは強いなってやっぱ思いましたし、そういうのも一つの手ですよね。はい、なんかちょっとためになれたかわからないですけど、もしね他の皆さんもいろんな質問があるんやったら、どしどし DM コメントください。まだまだ僕はニューヨークそこまで仕事が動いてないので、この機会にどんどん質問とか答えていけたらなと思うので、よろしくお願いします。はい、
じゃあ今日も動画を見てくれてありがとうございます。それではいいねとチャンネル登録よろしくお願いします。